やあ、鈴木圭介だよ。今回から定期生放送、アリスの精神裁判っていうゲームをやっていきたいと思います。視聴者さんからのリクエストでこのゲームをやっていくことにしましたが、正直ね、謎解き、裁判ってあるから謎解きなんだろうなっていうことだとですね、まあ結構、それぐらいしかさ、情報を仕入れてないからね、どんなゲームなのか全然わからんけど、そんな状態でやっていきたいと思います。スタート。第一章、白兎の行方。被告人前、神崎アリスさんですね。あ、このアリスっていうんか、このタイトルになります、アリスと精神裁判のアリスな。ここは、裁判所？それでは、処刑を行います。ちょっと待って裁判所だろ。いや、出版から処刑から入ります。え？ちょっと、急でしまいませんが。え、ま、あ、ちょっと待って。あなたの罪はすでに暴かれました。ちょっと待って。そんな、私、何もしてない。無言。あれ？これなんか文字出てくる遅いタイプのやつ、これ。なんか文字出てくる遅いタイプのやつ。多分タップを押したらさ、突然文字が出てきていきなり消えていくんだろ、これ。はい、出てました。はい。そんな感じがしとったわ。処刑が先。判決はその後です。そんな馬鹿げた裁判なんてないわ。あなたはすでに知っているはずです。何を？あ、まだ。なんこれ。これタップ押したらすべて大手勝手に出てきてさ、いきなり飛ばされるぞ。なんなんこれ。ああ、アリス。子供じみたおとぎ話をとって、優しい手もとって、子供時代の夢の集う地へ横たえてくれ。記憶の謎めいた輪の中、彼方の地で摘み取られた巡礼たちのしおれた花束のように。花輪のように？花輪くん？ちびまる子ちゃん？あ、出てきた。なんかちょいちょいさ、文字読ませてくれんところあるんやけど、何だったんだろうな。目が覚めると、そこは教室だった。夕日が差し込んでいる。読み方。読み方、穏やか、そんなに穏やかじゃないのに、この読み方。あれ？ここは教室？私、自分の机に突っ伏して寝ちゃってたんだ。うん、体が変な感じ。無理な体勢で寝てたから。なんだか変な夢を見てた気がするな。今は、夕方か。西日が眩しい。太陽ってこんなに大きくて赤かったっけ？まあ、いっか。それにしても教室に誰もいない。みんなもう下校をしちゃったのかな。ああ、調べるとか。こういう感じで調べて教室などの画面を見る。調べるをタップして探索モードに切り替えてから画面をタップしてください。探索モードってのがあるのね。で、記録で、ああ、手に入れたアイテムや出会った人物を記録から確認できる選択状態になり、おお、そういうことか。精神力気になっとった。精神力気になっとったよな。アリスには一定の精神力が設けられています。アリスが行動することに少しずつ精神力が減っていき、ゼロになるとゲームオーバーとなって、ショーの最初からスタートになります。うわ、これめんどくさそう。絶対ゲームオーバーにならんぞ、俺。やり直しめんどくさいし、めんどくさくて嫌いやけんな。絶対ゲームオーバーにならんぞ、これ。また、質問に対する選択肢ミスをすると大幅に減少する可能性があるので注意しましょう。で、今作はオートセーブです。おう。よし。進め方のコツ。会話は全てチェックしよう。調べるから考えるを実行しよう。探索モードで隅から隅まで調べよう。いろんなところに移動しよう。は
こういう探索ゲームとか、探索した上でその情報から推理する系あんまり得意じゃないけど頑張ってみますわ。みんなアドバイスよろしく。まずは調べるやな。まずここ調べなな。気になるところ、あ、アリスちゃん、こんなちょっと可愛らしい子だったんじゃ。清楚系だね。清楚系のロングヘアだったんだね、君。気になるところ、バグがあるね。私の通学カバンだ。ちゃんと持っておこう。おお、手に入った。教科書は辞書が入っている。他には、これ何これ。黒板に何か書いとんな。日付は5月14日。うさぎの穴を真っ逆さまと黒板に落書きされてる。うさぎの穴を真っ逆さま。はあ、ようわからん言葉を。なんかの暗号か、これ。あと、この黒板消しは？てか黒板消しじゃなかった。神だったよ。なんこれ。生徒指導。ことを大きくしないよう注意。神があった。生徒指導。ことを大きくしないよう注意。軽率な郊外は現金と走り書きで書かれている。何のことだろう。この学校。まずこの学校ってさ、アリスちゃんの学校なんちゃんと。なあ、その辺ちょっとわからんだけど。お茶会や首切り、クロケットなどを抱えた、至って普通の時間割だ。首切りっての至って普通ではないね、それ。どう考えても、至って普通ではないね。どこの国の学校なんだい？いや、どこの国っていう言い方もおかしいけどね。隣には、今月お誕生日じゃない人が羅列されている。じゃない人が、なんでじゃない人なの誕生日の人がだったらわかるけど、じゃない人がなんだ。別にそれ、お、なんだこれ。あ、筆記用具あった。もう下校するんだから片付けておこう。オッケー。なんこれ。筆記用具、わざわざ筆記用具をアイテム化するとかなんかあるんか、これ。ちょっと記録で見てみよう。お、筆記用具。うん。で、これがバッグ。中身とか見えんのかな。中身見えんの。まあちょっとどういうゲームになってくるかわからんけど。まだなんかないや、なんかないか、なんかないか。もうなんかないか。もうこれちゃんと調べていかんかったらあかんけんな。もうバンバン調べていかなあかんけんな、これ。なんかないか、なんか貼っとるぞ、これ。おい、扉になんか貼っとるぞ。虫か。いいんか、これはいいんか。オッケー。考える。放課後だよね。私は修礼の後に家に帰らないで寝ちゃったのかな。それとも誰かと一緒に帰る約束をしていて待っていたんだっけ。軽い記憶喪失になってる。このままずっと公共室にいても仕方がないか。外に出よう。おーし。そう思って私は席を立った。すると、あー誰だお前。頭に変な生えとるぞお前。なんでお前頭につく新聞を生やしとんだお前は。ツッコミどころが多すぎるぞお前。あと服、ちゃんと服は着ようでなんかだらんとなっとる身だしなみお前。絶対お前身だしなみ気をつけましょうねって先生に目つけられとるだろお前。教室の扉がガラッと開いて、奇妙なウサギのかぶり物をした小さな子供が教室に入ってきた。小さな子供、体型が小さいやな。待たせちゃったごめんね。ちょっと怖い怖い怖い。その顔されてちょっと首横にカトンってさ傾ける、ちょっと怖いんやけどお前。ウサギのかぶり物をした子供は首をかしげて私に謝った。一体誰だろう。記憶にない。いや、こんなインパクトのあるやつ記憶にないっておかしいだろお前。ほら、視聴者の人だって怖いっていうコメント来とるぞお前。誰、あれ、君とこれ待ち合わせをしていたんじゃなかったっけ。お前、こんなやつと待ち合わせしたの。ごめんなさい、私あなたのこと知らないわ。そっかそっか、知らないならしょうがない。またね。お、待ち合わせしと相手にハブられとんのに、しょうがないで済ませてくれるんじゃ。いい、こいついいやつじゃん。え、こいついいやつじゃん。バイバイ。それだけ言うと、ガラガラと扉を閉めて、ウサギのかぶり物の子供は教室から出ていった。今のは、何だったんだろう。あんな子供知らないし、誰かと待ち合わせた記憶なんて、ない。でも、ちょっと気になるな。気になって。あんな怖いのに気になるっていう、そういう好奇心やばいよ。そういう好奇心が大抵、後々、自分の身を滅ぼすやぞ、お前。ねえ、ちょっと待って。子供を追いかけようと、教室の扉を開けた瞬間、
あいたーだ、まだ出てきて誰か。誰だお前は。キャー誰かにぶつかって、私は尻餅をついた。そうか。アリスっていうことはさ、アリスの不思議ななんちゃらの出てくるようなキャラクターが出てくるんだよ。これ、トランプ。ああ、そういう不思議な国的なやつのトランプか、これは。ぶつかった相手はトランプ兵だった。ごめんね。怪我してない?うん、大丈夫。こちらこそごめんね。もしかして、急いでいた?なんかこう、トランプ兵の声、すごい黒い声しとんな。急いでいたと言われればそうだけど、そうだ。ねえ、さっきこれくらいの小さい子供とすれ違わなかった?そう言って私は自分の胸下あたりに手をかざした。え、誰もいなかったよ。おかしいな。ついさっき出ていたんだけど。そう考える私をよそに、トランプ兵は興奮した様子で私に話しかける。聞いて、ビッグニュースがあるんだけど。ああ、興奮の方向が変態な方向に聞こえてしまうな、この声だったら。うん、でもさっき聞いてよ。データを届くから極秘情報なんだよ。ここトランプ兵なんかすごい押し強いな、妙に押し強いな。どうしよう。そこまでさ、極秘情報とか言うてくるんだったからな、お前。あ、なんなん、バーゲンセールか。醤油が1リッター108円ぐらいで売ってんのか、お前。何があったの?聞いて、アリスと同じクラスの白の影がね、死体で見つかったんだって。死体?そう、東校舎で使われていなかった視聴覚室でざまあみろだね。白ウサギが殺された。学校で大事件が起きちゃったんだよ。あれ、あんまり驚かないで。そんなことないよ、すごく驚いてる。ほんと?ねえ、ビッグニュースだったでしょ?私、他の子にも伝えないと。あ、これ自慢したがりのタイプの人間だな。なんで、アリス。じゃあね。トランプ兵はボタボタと慌ただしく教室から飛び出していった。教室に静寂が訪れる。再び一人になった教室で、私は呆然と立ち尽くす。学校で白ウサギが殺された。まず白ウサギってなんだろう、お前。白ウサギがおることを、白ウサギってやつが前から知っとるわっていう前提でアリスが話しておけど、白ウサギって誰だ。廊下へ行けるようになりました。よっしゃー、じゃあ廊下行くぜ。ザ・廊下やな、これ。ちょっと薄暗い感じやけど。あいつおらんのか。部活動生の声も聞こえない。それもそうか。学校で死体が見つかったら部活どころではない。夕方だし、もうほとんどの生徒は帰宅してしまったのだろうか。ぼんやりとそんなことを思っていると。神崎アリス君。後ろから声がかかった。あ、刑事。マスクして刑事。なんだ。テロでも起こったんですかね。毒ガス使ったテロでも起こったんですかね。だっけ。え、なんかそういう感じの装備した人がいますね。振り返るとガスマスクをかぶった男性が立っていた。あ、イモムシ先生。知ってる。知人かよこれ。知人だったんかよ。こんな怪しい知人いるのかよ、アリス。てか、先生言っちゃった。理科の先生かな、これ。イモムシ先生、私の担任教師だ。アリス君、まだこんなところにいたのか。他の生徒はもう移動してるよ。君も早く行きなさい。やけに静かだと思ったら、生徒たちはどこかに集められていたのか。しかし、どこへ行けばいいのだろう。全く思い出せない。私は答えに行き詰まってしまった。ん?どうしたんだ?お前もか。その顔、首のかしげ方、お前もか、お前。ちょっとデジャブ感じだぞ、お前。デジャブ感じだって、さっきあったけんな。すみません。どこへ集合するんでしたっけ?
全くぼんやりしていてはダメだよ。体育館だ。体育館ですか？おや、まさか体育館の場所がわからないなんてことはないだろう。わかります、さすがに。では速やかに行動するように。こんなことが起きてしまって私も忙しいんだ。全く厄介事は困るよ。どこ見てんだお前。なに、お前の右直角90度に何かあるのか。いや悪い、独り言だ。私は先に行くよ。それでは。絶対独り言じゃないな、それ絶対アリスちゃんに聞こえるように言ったよなお前。はあ、ええ、それでは。そうブツブツとつぶやいた今星先生は体育館の方へ歩いて行ってしまった。ああアリスちゃん、こんなやつが担任で、君どんな心境？ねえ、どんな心境？今星先生の言っていたこんなこと、厄介事とは、先ほどの白ウサギの件だろうか。なんだか状況に頭が追いつかないが、とりあえず私が今向かうべき場所は体育館のようだ。よっしゃー、体育館行くぞ。でもその前に調べるぞ。なんかないか、なんかないか、絶対なんか、もう何か見逃したらあかんけんな。もうこのゲーム見逃したら死だと思え。死だと思え、みんな。悩もないわ。何もなかった。じゃあ移動します。考える。誰もいなかったのは下校したんじゃなくて体育館に集められてるからだな。さっき聞いた白ウサギの遺体と何か関係がありそう。このタイミングで集会なんてそれ以外ないんじゃないかな。廊下には他も誰もいないし、教室にも人影は見当たらない。ここは言われた通り体育館に行った方が良さそう。なるほど。なんか事情聴取的なことをやるようだろうな、体育館で。よっしゃー、体育館。私は廊下を歩いて体育館へ移動した。中入ればいいのに。下駄箱、なんもない。この左のやつ、なんもない。もう集まっているのかな。甘い扉を開けて中へ入ると、ここ本当に体育館か。ここ本当に体育館か。ちょっとどっちかって言ったら宮殿とかそういう感じ、こういう感じのやつですよね。っていうかもう完全に体育館とはもう別の建物になってますよね。ね、裁判所だった。冷静に言うんじゃないわお前。何が裁判所だったじゃんお前。そんな一言でさらっと終わらせれるような問題じゃないぞお前。あれ、ここ体育館のはずじゃ。そこは見慣れた体育館ではなかった。遅刻です、神崎アリス。速やかに中にお入りください。どうした、クイーン。なんか名前クイーンって呼ばれてそうな女が出てきたぞこれ。誰だお前は。一番高い壇上にいる女性が威厳ある声でアリスを注意する。はい。私は驚いて中へ入って扉を閉めた。バダンと重い扉の閉まる音がする。壇上の女性は私が中へ入ったのを確認すると声を上げた。それではこれより白ウサギが遺体で発見された件について被告人ハードの女王の精神裁判を開廷します。ん、始まった。クリアした。そしてどうされた。私は朝までやっとほど愛してるよというヤンデレが出てきた。お前は知らん。次の章へ。精神裁判って何だ。来たー、精神裁判開演やって。ここで精神裁判とは何かっていうのが出てくるぞ絶対。みんな、第2章精神裁判開演。ナンバーキー、来たー。精神裁判、聞いたことのない裁判だ。というかここは体育館のはず。一体何がどうなってるのだろう。想像もしていなかった展開に戸惑った私は隣のトランプ兵に話しかけた。お、さっきのやつ。ねえ、ここって体育館だよね。
精神裁判って何？何言ってるの？そのままの意味だよ。そうなん、精神の裁判なんだね。だからそれがなんだよ。そのままって言われても。そこ静粛に、死後は慎みなさい。壇上の女性は小槌を打って注意をした。ダメだよ、アルゼイマン長、アガロン王様の言うことは絶対なんだから。トランプ兵は声を潜めてそう言った。絶対潜めとるような声じゃなかったけど、まあいいよね。わかった。どうやら壇上の女性は赤の王様と言うらしい。女性なのだから女王様ではないだろうか。やっぱ女性なんやな。見た感じ女性だと思ったのに王様って彼女はこの場で絶対の権限を持っているようだ。裁判長なのかな。それではイカレ防止者検事、冒頭陳列でいいかな、冒頭陳列をお願いします。おお、結構なイケメンか。イケメンが出てきたぞお前。なんで次元大好きみたいな感じで目隠れとんこれ。赤の王様うながすと、左手側に帽子をかぶった奇妙な格好の男性が出てきた。彼がイカレ帽子屋検事なのだろう。イカレ帽子屋検事はもったいぶってお辞儀をすると冒頭陳列を述べ始めた。はい、赤の王、それではつい先ほど2年3組に所属する白ウサギはこの学校の東校舎2階視聴覚室で死体で発見されました。死亡原因は包丁で首を一瞬死かな。死体が見つかったのは、つい先ほど。第一発見者は被告人ハートの女王。事件の概要は以上です。なるほど。よって第一発見者ハードの女王が白ウサギを殺したと我々は迅速に判断しました。よろしい。第一発見者が被害者を殺したと十分判断できます。お前ちょっとそれはなんかすぐ判決早すぎんか。これもうちょいなんか情報とか仕入れんのかお前。全くもってその通り。それでは被告人ハードの女王に首切りの処刑を言い渡します。ちょっと待って。思わず私は大きな声を上げて席を立ち上がってしまった。何か？赤の女王様が静かに尋ねる。おかしくないですか？何がです？ここは裁判所なんですよね？そうですよ。なら今のはめちゃくちゃじゃないですか。私裁判では詳しくないんですけど、証拠とか被告人の意見とか弁護人もこんなあやふらな情報で処刑だなんて。おや、君はこの裁判の規則を知らないようだね。規則？まずは処刑、判決はその後です。ちょっと待って、謎解きはディナーの後ですみたいな感じで言うんじゃないのお前。馬鹿げているわ。処刑を先にするなんて、処刑を先にする裁判なんて聞いたことない。そうよ、私は白ウサギを殺しなんてないわ。裁判所に凛とした声が響く。誰だお前は。おわ、ほくろがセクシーな美人なお姉さんが出てきました。これは萌え萌えキュンだね。被告人はハードの女王様だ。私の目の端に彼女が見えた。何度も言ってるでしょ、私は殺してない。おや、私は初耳だ。イカレ帽子検事屋が首をかしげて楽しそうに言う。こいつ絶対推理する気ないわ。めんどくさいからお前が犯人でいいやで考えてるタイプの人間だお前。事情聴取もされずに無理やりここに連れてこられたのよ。一体いつあんたに言うタイムがあったっていうの。君が犯人なのだろう。事情聴取をする必要はあるのかな。私は白ウサギを殺していないわ。裁判所に緊迫した空気が漂う。両者一歩も譲らない体制だ。ハートの女王様も殺人を否定しています。証拠もないのに決めつけるなんて常識に考えておかしいです。常識的？どうしたお前。
スローワードに対して何か疑問でもあるのかお前。赤の王様は不思議そうに聞き返す。常識的。なるほど。あなたは常識をここで通用させようというのですね。どういう言い方、どういうことだそれ。めまいがした。なんだこの裁判は。裁判長がこんな調子で裁判が公平に成り立つのだろうか。当然じゃないですか。検事検査側の状況や調査結果、被告人の発言と証人の発言をすべて手荒らし合わせて、誰もが納得できる判決にしないと、それが裁判なんじゃないですか。誰もが納得できる判決などなんて、それは無理な話さ。それはそうかもしれない。どういう感じで言っても、犯人は自分が小さな刑で済めばそれでいいと思うタイプだろうな。そう考えたらそりゃそうだろうな。それはわかるわ。イカレ防止屋検事が笑みを浮かべながら口を挟む。だからより多くの人が納得できる状況と証拠をかき集めて、時間とお金をかけて解き伏せて、当事者でない第三者が決定を下す。まあなんて非効率的なんだろうね。私はそんなあまりな言い方にカッとなった。判決は非効率とかそういう問題じゃ。ああすまない、人間とはそういう生き物だった。失敬失敬。じゃあお前は何なんだ。人間じゃないとしたらお前は何なんだ。お前はなんだこの検事は、完全に人をおちょくっている。しかしそんな非効率を楽しむのもまた一興。そうだ、君の名前は神崎アリスです。そう、神崎アリス君。そこまで言うなら君は弁護人になりたいまえ。え？やだ、私、そういうのめんどくさいし、帰りたいし。思わず私は身を引いた。そういえば立ち上がってから周りの注目はすべてこちらに集まっている。急に恥ずかしくなり、自分の発言と行動を撤回したくなった。今から何でもありませんでしたと席に座ってどうにかなるものなのだろうか。ならないわ、それ絶対ならないわ。たとえ 俺がアリスの立場だったらさ、何でもありませんでしたって言う勇気ないわ。私が思わぬ提案に立ち退いていると、壇上の赤の王様は言った。それはいい考えですね。怒り防止や神崎アリス、ハートの女王の弁護人に。そんなカーン。今すぐです。はい。赤の王様に言われると自分の考えとは逆に声が出てしまった。赤の王様に逆らえないというのは本当のようだ。そういう感じの逆らえないなんじゃ、もう完全に言うこと聞かせる感じなんじゃ。うわ。こんな感じで夏の裁判が始まってしまったのだ。私を弁護人にして、裁判所での作法とか知らないけど、こんなデタラメな裁判なら好きにしていいかな。相手がデタラメやけん、もう自分もデタラメでやったろうかっていう感じになってしまったの。お前ちょっと感化されてるぞ。お前もでも何から話し始めればいいんだろう。いや例えばさ、今日もいい天気ですねとか、そういう話しかけたらいいんじゃないの。それでは飛び入り弁護人君、もう一度状況を説明しようか。お願いします。白ウサギの遺体が発見されたのはつい先ほど。場所は東校舎の2階の視聴覚室。死亡原因は刃物で首を切ったことによるショック死、もしくは出血多量による出血死。第一発見者はハートの女王以上だ。ほら、ハートの女王が犯人だろう。お前最初に見つけた人間であって、ね、殺した人間ではないぞ。お前穴がありすぎてどこからどう突っ込めばいいのか。わあ、そのじとめな顔も可愛いよ、アリスちゃん。質問か。そうやな、まず発見時やな。ハートの女王様はそもそもなぜ視聴覚室に行ったのですか。黙秘している。ハートの女王、
もしかして視聴学室のパソコンで何か BL 的な何かを見落としてたのお前。実は自分が BL 好きだからと言って、そういう視聴者、視聴学室のパソコンでそれを見落として、けどそんなことを言ったら、周りの男にドン引きされるから言いたくないんだろう、お前。わかるぞ。ハートの女王様？言いたくないわ。やっぱりお前、やっぱりお前 BL 系を見ようとしてるだろ、お前。BL の不女子っていうこともバレたくないから言いたくないんだろ、お前。え？言いたくないと言ってるのよ。ほらごらん、彼女は自分で犯人を私に出すって言っているようなものさ。わ、ちょっと俺もそう聞こえてしまった。ちょっとそう聞こえてしまったよ。そこはちょっと言いたくなくても言わないとちょっとやばいぞ君。大丈夫？いや、かなり怪しいですけど断定はできません。おやおや、人間には疑わしきは罰せよっていう言葉があったと思うけどお前。疑わしきは罰せずじゃんお前。逆です。疑わしきは罰せずです。結局なぜハードの女王様が視聴覚室にいたのはわからないか。オッケー。だったらじゃあ発見時刻、先ほどって曖昧すぎのですが具体的には何時ですか？そんなの第一発見者に聞きなよ。そんなさも自分には関係ないかのように答えるなんて、こんなひどい検事がいていいのだろうか。関係ないかのように答えるくせにさ、こいつさ、判決の時はさ、ほーら、自分の言った通りでしょ、みたいな感じのことを言い出しようげんな。こいつ、すごいいいやつやよな、お前。そんな人間で大体さ、社会から滅されるぞ、お前。ハードの女王様、何時頃に視聴覚室で死体を発見しましたか？これは言っていいだろう。これは別に言っていいだろう、お前。これぐらい言わんかったら、お前、だんだん怪しまれるぞ、お前。あ、よかった。これは言うな。うん。6時20分。結構遅い時間やな、これ。アリスちゃん、こんな時間まで寝とったんか、お前。走って連絡に行った。8時20分。18時20分か。死亡推定時刻は？被害者は、修例後、4時10分頃まで教室にいるが発見されている。多数の生徒から証言があるよ。ということは、16時10分から18時20分までがおおよその白ウサギの死亡推定時刻なのかな。ほうほうほう、だいたい2時間10分か。なるほど。でじゃあ凶器、刃物か。刃物って具体的に何ですか？いろいろあるよね。学校やけんな。学校で刃物って言うたらやっぱ調理室にある包丁かな。だろうな。だろうな。包丁だねってさらっと言う。自慢げに言おうけどさ、大体それはさ、想像つくやん。これでコンバットナイフですみたいなことで言われたらさ、えってなるよ。誰だ、コンバットナイフか、コンバットナイフ学校に持ってきた誰やろ、えってなるよ。包丁、白ウサギの所有物でしょうか、生徒別の誰かの。まさかここも調査されてないってことは、具体的に誰のものかわからないね。どこでも手に入る包丁だ。なるほど。視聴学室、調理室じゃない。さすがにそこは調査済みだったらしい。わからんのじゃ。でも至る所にありそうなやつだけん、誰のかっていう特定できんのかお前。いや、指紋とか出さんの。裁判だったら指紋とか出そうぜ。指紋とか誰が触ったとか、それでわからんちゃうかな。はあ、めっちゃ血ついてる。指紋は見つからなかった。ごめんなさい。指紋見つからなかったですね。ごめんなさいね。ああ、探そうとして探せませんでした。見つかりませんでしたね。わあ、ごめんなさいね。わかりました。甘く見てましたわ。僕が悪かった。僕が悪かった。あ、それさっき言ってほしかったね。ボローンってさ、情報どこからさっき言う。お前の口からさっき言ってくれる欲しかったんやけどな、それ。お、このセリフいかにもサスペンスっぽくていいね。ふざけないでください。ってことはさ、指紋をうまく隠そうとする準備はしとったんやな、犯人。計画的な犯行だと思われる。みんなどう思うかい？現場について。現場の視聴覚室はどんな状況でしたか？どんな？
誰でも入れる状態だったのか、荒らされた形跡がないか、そういった具体的な状況説明です。ではまず君にこれをあげよう。あ、写真やるでないかお前。あんな適当なことを言う割には結構ちゃんと情報集めとんな、こいつ。なんなん、ツンデレな、これツンデレな。ほう、写真。おお、倒れ方なんかバッグある。白ウサギのバッグかな。そう、現場写真だ。視聴覚室のね。おお、やっぱアリス先生そういう反応になるか。これでさ、へえ、これが写真なのねってじーっと見つめられてもさ、ちょっとえってなるけんな、こっちからして。えってなるけんな。え、大丈夫なんて。怖がらせてしまったかな。しかし現実だ。ちゃんと見なければね。視聴覚室は開いていたんですか？そうだね。視聴覚室の鍵は職員室で管理していて、授業や清掃などの用事がないと、一般生徒が入れないようになっているんだ。普通ならね。普通なら？そう、現場は普通じゃなかった。スペアキーが発見されたのさ。非公認のね。勝手に作ってる！わあ、これ犯人がここで殺そうと思って作ってたみたいな感じのやつが見えてきたぞ、みんな。スペアキー？ちなみにそのスペアキーからは指紋が発見された。マジか！犯人の候補を狭まってくるぞ、これ。絶対犯人だよ、これっていうレベルのやつだよ、お前。で、じゃあ全生徒、全教室の指紋を取って短時間ですぐに照らし合わせられると思うよ。ああ、そうですよね。ちょっとさ、期待させといて落としてくるね、君。でもそれでさ、大体分かってしまうよな。ちなみに、その指紋は被害者のモデルではなかったよ。スペアキーの情報。指紋が見つかったから誰のものかは分からない。そこ重要なのにな。じゃあさ、早う調べてくれよ。単純に時間かかってもいいけど調べてくれよお前。指紋ついてたよ、でも誰のか分からないよ、へへーみたいな感じで見せられたら困るんですけど。ちゃんと調べてください、検証してください。もしその指紋がハートの女王様のものでないなら、ハートの女王様以外の人が犯人だったと、そう推論できませんか？まあそうかもしれない。じゃあ、しかしそれは後で話すとするかな。まずは事件の概要をまとめてしまおう。え、あ、はい。押さえてるぞ。さて、ここまでの話で君は気づいていないのか、あえて言っていないだけなのか。え、人間の死因っていうのは大きく分けると、病死、事故死、他殺。それともう一つ何かわかるかな。自殺ですか？そう、まあ一番事件を効率的にまとめられるかもしれないね。はあ、自殺か。そうか、そういうパターンもあるっちゃあるんか。第一発見者のハートの女王が犯人でないならば、白ウサギの自殺、君はどう思う？否定できんな。お前結構鋭いな、お前。お前あんなにチャランポランにしよったわけには、お前結構鋭いな、お前。確かにその通りやな、お前。結構頭の中で考えとんやな、お前。ごめんな、なんか偏見でこいつ絶対、ちゃんとしてないわ、みたいな感じで思っとってごめんな。あー、現点でどうなる？いや、でもな、自殺だったらさ、自分殺すに使った包丁、指紋がないっていうのがちょっと不自然なんよな。だってさ、指紋がないってことは、つまり指紋を残さんように犯人が仕向けたってことだろ。それをしなあかんってことはさ、バレたくなかったってことだろ。自殺だったらさ、別に指紋ついとってもいいで、自分の指紋ついとったって。そこが怪しいわ。だから自殺ではないと思います。自殺ではないと思います。ほう、それでは根拠を示してもらおうか。これよ。これこれ、指紋は見つからなかった。キャラをタップ。選択してキャラをタップ。
キャラタップ、キャプテン、キャラどれ、キャラどれ、これが、え、こうか、あ、これ、え、え、キャラどれ、選択してキャラをタップ、よっしゃー。はい、これだけでは根拠になりませんが、矛盾してるんです。ふむ、それではその矛盾とやらを見せてもらおうかな。矛盾？ん？これか？包丁には指紋はなかった、でもスペアキーにはあった。誰だか分からんけど見ていいところかな。ほい、バーン。それはこのスペアキーです。なぜそのスペアキーが自殺ではないという根拠になるんだい？なぜなら、あの白ウサギの指紋がないからです。自殺なら白ウサギがスペアキーで視聴覚室の扉を開けるだろうからと。そうです。ああ、それは通らないな、神崎アキス弁護人。なぜなら白ウサギが視聴覚室に入るとき、すでに扉の鍵は開いていた可能性があるからだ。そんなの不自然じゃないですか。不自然も何も何もない。そもそもスペアキーは所有者が誰もわからない状態なのだから。学校の非公認のスペアキーだよ。これを白ウサギが所有していたという証拠がない限り、自殺であるという根拠にはありえないな。わー、これは難しいぞ。わからん。やばい、わからんぞ。適当に写真を放り投げとこうか。え？このバッグ、なんか適当に言わせたら、このバッグ、なんかポイントしとけど、なんなんこれ。これはこの部分が白ウサギが自作ではないと証明してくれます。うーん、最近視力が悪くなっていきないな、全く何も見えない。それは前髪が長すぎるからじゃ。君の見当外れの証拠品のせいで視力が落ちたようだ。やばいやばいよ。って？手やって見てください。はい、見ます。何か問題あるかな。至って普通の手だ。あ、ほうか、指紋がついてないイコール手袋しとるんじゃないかって話したら、そうか、そうか、指紋がついてないは手袋しとるからだろ。でもこいつは、この子手袋してないやん。じゃあなんで指紋ついてないねんって話か。そういうことか。普通の素手なんです。それが先ほどの凶器を思い出してください。凶器？ああ、なるほど、包丁の指紋か。ええ、凶器の包丁には指紋がついてなかったんですよね。自殺ならばおかしいんです。白ウサギが現場で素手だったのであれば、包丁に白ウサギの指紋がくっつくはずです。そうか、合意的な指摘だ。これは自殺ではないと。はい、そして自殺ではないのだと同時に、凶器が誰でも良いかの、スペアキーを誰かが所持していたのか不明。この状態でハードの女王様も犯人だと断定はできないはずです。なるほどなるほど、断言はできないかもしれないね。じゃあが、しかし、どうしたい。ここで君に一つ面白い話を聞かせてあげよう。いや、それさっき言ってくれやん。だ、それ、そういう、なんか、重要な情報あるんだとさっき言うてくれ。ずるいぞ、お前。後出しじゃんけんは、お前。嫌な予感しかしない。生徒たちに事情聴取をした際、複数の生徒がこう証言した。白ウサギはハートの女王にいじめられていた、とね。え？以上、君の推論も合わせてこんなストーリーはどうかな。白ウサギはハートの女王にいじめられていた。それを苦に思った白ウサギはハートの女王を殺そうとした。白ウサギはハートの女王を視聴覚室へ呼び出し、包丁で殺そうとするが、ハートの女王はこれに抵抗し、包丁を奪って白ウサギの喉元をめがけて。デタラメもいい加減でなさいよ、イカレ帽子や。ハートの女王様、すごい迫力だ。おお、怖いと。
まあ、あくまで僕の妄想だけど。だ？それは。わあ、どっちだこれ。わあ、どっちだこれ。間違ってます。おや、また否定か、聞かせてもらおうかな、その理由を。そのかしさと、ハートの女王様は、殺人があると、あらかじめ予測することは不可能です。そうやな。不意をつかれて切りかかってきた白ウサギの包丁を奪って反撃したとしたら、包丁に指紋が残ります。指紋を拭き取った可能性は大いにありだ。それでも、首に包丁が刺さったなら、返り血を浴びるのは免れないのではないですか？どうかな。まあ服の上とかならともかく首だからね。悶着の末全く血がつかないということは難しそうだね。ハートお嬢様があらかじめ殺す気であれば着替えの用意もあるかもしれません。しかし前提が殺されるかもしれない顔だったなら現場の痕跡を残さないのは無理です。ふむ、偶然返り血を浴びなかった可能性は否定できないが、まあかなり現実ではないな。ではやはりハート女王が凶器も着替えを用意して白ウサギを視聴覚室に呼んで殺したというのが正しいんじゃないのかい？だからその前提がそもそも間違いで、第一発見者だったからといってハート女王様と犯人とは断定できません。なぜならこの状況であれば誰でも犯人になり得たからです。アリスちゃん、バラバラ喋られたら俺の喉がついていけないな。わかったわかった、こちらの降参だよアリス君。私はどっと肩の力が抜けてしまった。当たり前のたったこれだけのことを納得させるためにどれだけ時間がかかっているのか。でも分かってもらえてよかった。私がほっと安心していると怒り帽子やケンジは不敵な笑みを浮かべた。ハードの女王が犯人だと断定できないのは認めよう。では真犯人は？真犯人？そう、自殺ではない。ハードの女王は犯人とは断定できない。ならば真犯人は？そうだな、そこまでいかんかったら裁判にならんもんな。アリス君、私はさらに面白い話を聞いているよ。いや、だからさ、その話先に言ってくれよ、お前。お前、後出しジャッキーが過ぎるぞ、お前。嫌な予感。この上、まだ面白い話なんて、絶対面白くないに決まっている。君は、被害者の白ウサギといつも一緒にいたそうじゃないか。一番近しき人間こそ、殺すきっかけも原因も十分にあると思えないかい？神崎アリス被告人。え？まさかの自分。まさかの自分が指名されたパターンですよ。私が被告人？そう言ったつもりだが。私が、犯人だって言うんですか？そう、君はたった今、誰でも犯人になり得ると発言したね。ということは、君自身も白ウサギを殺した犯人の可能性があるということだ、神崎アリス被告人。そんなバカなことが、これだけで私を被告人扱いだなんて理不尽にも程があります。この裁判が、果たして君のまともでアウトでも？確かに、まともではなかった、これまでの出来事。そう思っちゃった。もうそう思った時点で相手のペースだよ、お前。こんな裁判ありえないっていう、ありえないことはありえないでいいんだよ、お前。では、被告人に尋問しよう。君は5月14日の16時10分か18時20分まで一体何をしていたのかな？あ、やばい。なんかぼーっと寝とった時間やな、これ。え、もっと簡単に言おう。君が白ウサギを殺していないという証明を。私は寝とったな。普通に寝とったな。証明無罪証明できるか、道具でちょっとできるにしとくけど、できます。だってやっていないんだもの。このままじゃ私が殺人犯にされてしまう。ではそれを証明してもらおうか。さあ、みんなが納得できる証拠あるだろう、絶対この流れだったらあるだろう。無実である証明が。これ何やっけ、死亡推定時刻だろ。
約束みたいなこと言おったな、こいつ。こいつ商人に呼んでこよう。こいつ商人に呼んでこようぜ。これが私が無事だという証明です。おやおや、面白いもの。で、どうやって説明するんだい？違ったわ。あれ？証明できんか、もしかして今の時点じゃ。何も証明できるようなもんないような気がする。記憶がない。どうして一人であの教室にいたのかも、それまで俺は何をしていたのかも、そうよな。けどさ、証明できないってなったら、なんか終わってしまうような気がするけん、そう、ちょっと、なんか探してみたいやけどないかもしれない。そもそもなぜこんな精神裁判というものに巻き込まれているかも、何もわからない。おや、沈黙か。これは君が犯人だという可能性が高くなってきたんじゃないかな。自分がどこで何をしていたのも言えないのかい？そんな、私、きっと何もやっていません。人殺しなんてできません。退屈な答えだ、アイス被告人。そんな発言がこの場で意味を持つでも、先ほどのハートの女王を弁護したきりはどこへ行ってしまったのかな。思い出せないだけなんです。人殺しなんて。ではここは赤の王様に判断をお任せしようとしようか。私は壇上にいる裁判長、赤の王様を見上げた。あ、赤の王様。赤の王様って言いながら赤い部分もほとんどないのに赤い王様。でも兄さんで選んで、私の方が可愛いわよ。私の方が可愛いわよ。だから私の方が正しいわよ。相変わらずウェールで顔はわからない。どんな表情をしているのかも。しかし赤の王様は軽くうなずき言った。よろしい。ではおお、神崎やらず被告人、あなたに知る猶予を与えましょう。そうきたか。え？事件を調べて、もしあなたが本当に無実であるならそれを証明しなさい。無実を？それがあなたにとってどのような結果をもたらすのか見定めなさい。全てを。全てを。それでは第一次精神裁判、これにて閉演。よかった。即死は免れた。七面鳥はどこにいるのでしょう。知らないわ、ボケ。